皆さんおはようございます。カプリです。眩しいんですよ。朝のライトが当たって 今9時前です。ですね、前の動画にチーズタラさん、カプリさん、こんにちはです。いえいえ、全然褒めちょらんよ。褒めすぎちょらんよ。全部本当のことやからね。春は別れの季節ですね。でも娘様なら遠く離れていても電話は必ずしてくださると思います。娘様も新しい環境でストレスがあるでしょうから、母親の声で癒されると思いますよ。こちらでは山桜がところどころ咲いています。カプリさんのところは桜が見れてるかな？っていうコメントですね。桜はね、見えてないんですよ。こっから見えないんです。こっから見えないんです。 そしてね、昨日アップするのがまた時間がかかっちゃってね、なかなかアップされなくて、2回押して、1つはね、なんかもう処理中ですって、また同じ動画なんですけど、処理中ですってなってるんですね。なんでだったんだろうな、もうたまにこういうのがあるからね。ぐちゃぐちゃでごめんね。桜がね、見えないんだよね。だから体感でしかね、春を感じることができないんですよ。近くにあればいいんですけどね。山もちょっと見えないところなので、なかなかです。前はね、こう自分で運転して行ったりとかして、こう季節を感じることができたんですけど、今自分でも運転しないので、なかなかね、春をね、感じることができないんです。見ることができないんです。でもね、ほんと春だよね。日も長くなってきたし、前までは5時になったらね、暗くなってたんですけども、長く6時になってもちょっとまだ明るいかな。今日も何もすることないです。今日も怠けカプリです。怠けカプリだな、今日も。今日は短いですけど、またね、今日も一日無事でありますように。皆さんが無事でありますようにね。私も元気で過ごせますように。怠けカプリですけど、よろしくお願いします。じゃあまたレビューします。コメントありがとうございました。じゃあねー。